こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めたいと思います。いいですね、馬風石。ガチャはまだ開いてなかったよね、今日。さあ、今日のデイリーガチャです。シルポート。さて、今回はというか、そうか。とりあえず入級。入級時年齢が上がりますがって、どうしようもないよな、さあ、もう WBC 出すしかないのかな、それともドバイとか他のレースに出してまだ鍛えた方がいいのか。ちなみに、なんか古くなったな。まだ重いってことは、まあ、殺す。そうそう、レースに出した方がいいってことですよね。となると結構ドバイはまだ先なんで。お、なんだろう。ちょっと調子があんまり良くない。勝負根性も S 結構あるみたいです。状態がね、状態がどんどん落ちてる。大根か。WBC 行ってみましょう。さあ、何がいいんだろう。クラシックですよね。ジョッキーを誰にするかが悩ましいけどな。
吉富先生で。としと、そっちみきがしきれてるだと、クラシック。マイルをまだ出してないのか。まあ、吉富先生出しましょう。さあ、果たしてこの結果はどうなるか。マイル、距離加減ですからね。まあ、とはいえ。期待はしたいと思います。ではまた後で。はい、お待たせしました。WBC の結果が出ましたので見ていきたいと思います。観戦。どうでしょうね。お、一番人気。しかも。かなり収集集めてますね。これは嬉しい誤算だ。これじゃない。サイドアナライズ。これがライバル馬で、母がエアグルーヴですか。エアグルーヴとウォッカ、それから西のフラワーとの対決もありますね。まあ、どっちにしても僅差ということで、まあ、一騎打ちなのかなと思いますが、吉富先生に頑張ってもらいましょう。そういえばマイルなんですね、このレース。さあ、距離は加減だが。後ろか2番手。コソバを上がってきて最高峰になりましたね、これで。さあ、滝は普通の滝だが。さあ、900切った。600。早いかもしれないね。届くのかな。さあ、残り300切った。前が止まっていない、思ったよりは。タコそばも来たが、さらに、おお、強襲してくる。しかし、届くかな、厳しいかな。おっ。ちょっとタコそばには及んでないかも。2着、それでも2着はまあいいですね。距離加減だったにしてはよく検討してると思います。目指せんまやな。でも、購入してもなんか面白いような気はするんだけどな。まあ、ここは、一旦引いて、G1 を、に、出たいと思います。それがまあ最善オーソドックスな手でしょう。というわけで。
はい、また、次走、G1 で勝利して WBC に挑みたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。